阪南大学所属の渡辺啓太です。今シーズン技術的基盤をじっくり整えています。数少ないと思われる試合の中でもしっかりお見せできるように頑張ります。成長し挑戦し続けるので今シーズンもよろしくお願いします。皆さんこんにちは、富士急行スケート部菊池すみれです。先日ワールドカップの1戦と2戦の中止が決定いたしました。今こういう大変な状況の中でできないこともすごく増えているんですけど、できることを着実に一つ一つやっていきたいなと思っています。今シーズンも皆さんをワクワクドキドキさせられるようなレースをしていきたいと思っています。応援よろしくお願いします。ショートトラックスピードスケート中京大学所属の吉永和樹です。現在新型コロナウイルスで厳しい状況が続いていますが、しっかりと試合で結果を出して、皆さんに元気と勇気を与えるように頑張りたいと思います。この状況を打開できるように最後までみんなで一生懸命頑張っていきましょう。応援よろしくお願いします。いつも応援ありがとうございます。ショートトラックの菊池優希です。ゴールラインを切る最後の最後まで何が起こるかわからないショートトラック、ぜひ皆さんに楽しんでいただけたらと思います。先の見えない不安の中ではありますが、北京オリンピックまで残り2年を切りました。メダル獲得という目標に向かって今シーズンも頑張りたいと思いますので、ぜひショートトラックの応援よろしくお願いいたします。ショートトラックの菊池浩太です。北京オリンピックリレーでメダルを獲得することを目標に頑張っています。応援よろしくお願いします。上永翔音です。現在コロナウイルスで日本中が大変な状況ではありますが、スポーツの力で皆さんに勇気と感動を届けられるように頑張りたいと思います。ショートトラックは最後まで誰が勝つかわからない駆け引きが楽しみなスポーツなので、ぜひ応援に来てください。ショートトラックスピードスケート大阪商業大学高校所属の宮田翔吾です。今年は新型コロナウイルスの影響によりいろいろな大会が中止になってしまいましたが、出場できる大会では皆さんに勇気の与えられるようなレースをしたいと思いますので、今年も応援よろしくお願いします。ショートトラックスピードスケートの菊池萌実です。今シーズンは自転車やウエイトのトレーニングで足の力を強化してきました。その成果を生かして高速のレースでも後半で相手を抜けるよう精一杯頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。ショートトラックスピードスケートトヨタ自動車所属の林吹です。コロナウイルスの影響で厳しい状況ではありますが、日々応援してくださっている方々に感謝し、しっかり結果で恩返しできるよう頑張りたいです。自分のアピールポイントは最後まで諦めない強い心を持っていると思うので、ぜひ皆さんも頑張りましょう。応援よろしくお願いします。ショートトラックスピードスケートの平井亜美です。新型コロナウイルスの影響で現在さまざまな活動が自粛されています。その中で毎日練習できることに感謝し、一生懸命頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。小池克則です。私の長所は相手選手を抜かす技術だと思っています。相手選手の特徴を研究し、レースに臨むことで勝利をつかむことができています。選手一人一人に様々な特徴があり、見ててもすごく面白い競技だと思うので、レースを見て楽しんでいただけたらと思います。応援よろしくお願いします。ショートトラックスピードスケートの山名里奈です。今シーズンは見てくださる方に楽しんでもらえるようなレースができるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。ショートトラックの重弘喜一です。ショートトラックは最後まで何が起きるか分からないので目が離せません。僕はゴール前で差し切れるようにスプリント能力を強化してきました。さまざまなレース展開を見て楽しんでいただけたらなと思います。応援よろしくお願いします。こんにちは、ショートトラックナショナルチームの山浦美也子です。今
今年の目標は全日本で優勝することです。と見ている皆さんに顔と名前を覚えてもらえるように頑張ります。応援よろしくお願いします。